皆さんこんにちは。非常識な教室経営コンサルタント高橋孝子です。本日のテーマは教室経営がスランプに陥った時の3つの打開策ということについてお伝えしていきたいと思います。えー、経営をしているとですね、まあいろいろと波が当然ありますよね。で、その波をどれだけ少なくするかっていうこともまあ、頑張っていただくっていう努力目標として必要なんですけれども、まあ来てしまうまあ、外界の事情とか。 あとはまあ誰か人間関係とかいろいろな事情で、ね、心揺れ動くようなこととかがあったりしますでその時に、あのーまあ、どういう心持ちを持って打開していったらいいのかっていうその心の平穏の保ち方と、まあ、チャレンジの仕方とかですね、まあ、そんなことを今日はちょっとテーマにお話をしてみたいと思いますスランプに陥った時の3つの打開策というテーマになります、はい では、えー、本題に入りたいいと思います。まずですね、まあ、スランプどういう時にスランプに陥るかっていうそのまず原因っていう状態を多分知っといた方がいいと思うんですよ。まあ、なんとなくやる気が起きないっていうのも、まあ、確かに原因といえば、あのー、原因はあるんですけどこんなことに思い当たりませんかっていうのを言って思い当たる場合には、まあ、そこを逆に あの直していく考え方の思考のうん、ポイントを変えていくだけでも気持ちが楽になったりとか。まあうまくいくケースがあったりとかすると思います。なので、まず、あ、原因は何なの？っていう話をちょっと先にね。お伝えしていきたいと思います。まず原因の一つ目ですね。マンネリ化です。あの人間ってね。飽きちゃう飽きちゃう生物なんですよ。だから同じこと同じ状態を繰り返しやりすぎていてマンネリ化しちゃって。 なんだかうまくいかないスランプみたいなねそんな話とかあったりとか、あのー、そのルーティン的にこなしているのがだんだん飽きが来て精度が、ね、悪くなって雑になっていくとか、まあ、それによって、ね、売上が落ちていくとかということもあったりするので、まあ、マヌリ買って、まあ、まあまあ要因の一個として大きいものではあると思います。2つ目、えっとね、自分でで、あのー、勝手にハードルを上げすすぎているっているととうことですね あのー、確かに高い目標を掲げてそこに向かってガーって上がれるタイプの人とこう段階別に一個一個クリアしながら上に上がっていけるタイプの人と2、まあ、通りいらっしゃるんですよ。で、あのー、自分でハードルを上げすぎておいてそのハードルに達しないから落ち込むとかスランプだ全然だめだってなっちゃうんですけど逆にここだったらあと少しで手が届くって。 いうふうに思えるじゃないですか。で、ここになったらまた次のステップやればいいじゃないですか。なのに、ここで自分のめっちゃ高い目標を上げていて、ここにいるから落ち込む、やる気がないスランプだっていうのも、あの割と完璧主義者の方とか、うん、あの、しっかりやりたいタイプの人に多いですね。ハードル上げすぎで、あの程よいハードルってどこなのっていうのは、これも人によって違うんですけれども、私はそうですね。 チャレンジ大体毎年毎年新しいことにチャレンジとかするんですけど時間的にも自分の能力的にも大体いい130% 0 0 1から150%の目標値をあの自分で掲げてあのチャレンジするってことは多いです。だけども例えば2倍から3倍やらなくちゃいけないような時とかあって一気に駆け上がらなくちゃいけない時は他のことを一旦あのオフにする捨てるとかしてそこで 力を集中してやるっていうこともあったりしますし、あの先ほど言ったように期間をかけて段階別にする。だから三百パーセント頑張らなきゃいけないって言ったら、その坂も短い期間で登ると大変じゃないですか。だけど期間かけて登るんだったらここっていうのもなだらかになりますよね。そういう形で期間を区切って、まあ。 チャレンジしてみるっていうこともしたりすることあるんで、自分を知るっていうのも結構、樽を知るっていうのも結構大事で、自分でハードル上げすぎてカテンスランプに陥ってるっていう人もいると思います。はい、これ二番目、三番目、体の疲れです。これはですね、やっぱね、あの健全な心は健全な体に宿,宿るんですよ。だから体を整えるのが先。 ですね、体がやっぱり病んでると心も病んできちゃうのでバカ、あのー、にはできない体の調子を整えるっていうのは地味に大変なんですよ、はい、だから体の疲れがあるとあ気持ちも落ち込んでスランプに陥っちゃうっていう人もいるのでまず体疲れてるんだったら休息を取ろうっていう方に向かう方がいいと思いますで4番目四番目はね視野が狭い 要は自分の視点と自分が分かっている環境と状況だけその起こっている出来事とかを判断してで勝手にスランプに陥るっていうことですね例えば、まあ、いろんなケースはあるんですけどうん自分が全くできてないできてないって自分を責める人とかもいるんですけど。 あの世間と比べたら全然できてる方ですからみたいなそういうケースがあるんですよ。この方って視野が狭いってことはそれを見てくれる有識者、まあ、コンサルタントもそうなんですけどそういう人に見てもらってあ自分ってこれだけ頑張ってるんだじゃあ次はここに行こうっていう目線でいくっていうのは結構必要でこの視野の狭さは自分一人では分かんないんですよ。 それを正確にジャッジメントしてくれる信じられる人の言葉で自分の立ち位置を見ないと難しいです。これあの私、えっと、サックスを、ね、やってるんですけど今、この動画撮ってる時にちょうど3年半ちょっとなんですけどあの2人の、ね、師匠、先生がいらっしゃるんですで私あの、最初からプライベートレッスンでやってるんですよであの団体のグループレッスンって受けたことがないんですよ。 あの時間がもったいないから、あの4人とかで先週これやりましたね。の続きを一人一人聞いていくっていうのが時間がもったいなくて、がっつりあの見て欲しくって、あのプライベートの方でやってるんですよね。ということは他の人がどうかっていうのはわかんなくて、先生と自分だけなんですよ。当たり前ですけど、見本見してくれる先生とか上手いじゃないですか？まあ、だからそこをもちろん目指してはいるんですけど。 今自分がどれぐらいこれのうまくなり,方なり方は普通なのかどうなのかとかが分からなくってなんか落ち込みはしないんですけどここがもっとこういうふうにできるはずなんだけどなとか勝手に思ってなんでできないんですかねとか言って言うと、まあ、それはちょっと初めて1年の人がちょっとやるような内容じゃないからとかいうのも他の人と比べたことがないからわからないんですよ。 だからこれはあの自慢とかでも何でもなくて3年ちょっとぐらいした時に皆さんのね前で <laughs> 頼まれてあの演奏した時に吹奏楽を高校で3年間やってた人とかが聞いてたんですよでうまいですねサックスって言ってどれぐらいですかまあ3年ちょっととか言って言ったらすごい驚愕されたんですよまあ吹奏楽の3年っていうのがどれぐらい成長するものなのか私分かんないから。 3年ですか？とか言ってて驚かれてなんかそういうものなんですよ。だから自分の立ち位置は自分ではわかんないっていうことなんですよ。<coughs> なので、ここはそういうのを見てくれる人にちゃんと聞かないとわからないから、視野の狭さっていうのは自分一人ではわかりませんよ。それで勝手にスランプ落ちてる。陥ってるかもしれません。ということですね。これ4つ目5つ目はアウトプットをしていない。 アウトプットをしていないと、まあ、どういうことが起こるかっていうとアウトプットしていないからあの自分の中の内側にどんどんこもっていっちゃうんですよね感覚が。そうすると外界の人とか外界の刺激とかも受ける必要がなくてで結局あの自分でどんどんドズボにはまっていっちゃうんですよね。そういういには結構、まあ、アウトトプット ですね、要は自分で学んだこととか、まあ、やってみたことを定着させるのにも人に話すとか伝えるとかあと学んだことを行動に移すとか動いてみるとかね、まあ、とにかく、ね、動いてみるっていうのはまあいいことかなと思うんですよだからアウトプットって言ってるんですけどこれもやってないでか停滞しちゃってるだから血液って循環してないとあの錆びるじゃないですか体とかで。それもあって 要は、ね、冷え症とか結局そういう滞っちゃうところができるから冷えができちゃうわけですよねなので人間の体もそうなんだから自分の知識とか脳に対してこういうものを学んだ嬉しいとかの喜びとかも実行して行動して初めて定着していく人に伝えて初めて定着していくから伝えるっていうことをするだけでも全然違う。ということはアウトプットは、まあ、いろんな種類のアウトプットがあるんですけれども。 書く話すとかねあの自分の得意な領域で全然構わないのでとにかく外に出すっていうことをしてみるこれが、まあ、原因スランプに陥った時にどういう状態アウトプットができてないマンネリか自分でハードル上げすぎ体が疲れてませんか視野が狭くなってるアウトプットできてないだいたいこの辺りが原因になってくるんですよねじゃあ打開策どうすんのっていうことなんですけど あの全部で同じ枕言葉がついたアドバイスを皆さんにしていきます枕言葉何なのっていう話なんですけど枕言葉は「普段という言葉を枕言葉でつけて言っていますじゃあ早速打開策ねあの1番から3番までいきましょう3つですからねで1つ目、えー、普段の自分を思い出す普段の自分を思い出す どういう状態でいい状態だったかとか、どういうふうにできていたかとか、できていた状態と普通にいい状態だったなっていう自分を思い出すっていうことですね。スランプの状態は確かに良くない状態だけど、それができていた時期、うまくいっていた時期の自分の感覚を思い出して、まあ、やっていくっていうことですね。こちらがまず普段の自分を思い出すっていうところです。はい。で、次、2番目。 今度は逆に普段の自分を思い出して普段の自分と少しだけ違うことをするこれ、まあ、ガラッと変えてもいいんですけど変えすぎるとあの何が原因だったか見えなくなっちゃう時があるんですよねだからちょこっと変えるとそのスランプに陥った状況がどういうふうに改善するかを見ながら大きく変える時にはドバっといってもいいんですがちょこっと変えてみるっていうこの視点が結構大事であります。はい なんで少しだけ違うことをする、はい、で3番目2番と関連するんですけど普段行かないところに行き行かない普段会わない人と会うとかねあのスランプですから自分の中の新しいものを生み出したくなるような新陳代謝の時期に来てるんですよねだからその刺激にあの、まあ、開花させるね栄養分を与えるみたいなことで。 考える部分で言うと、行かないとこに行き会わない会ったことがない人と会うとかそういう自分の中の枠組みを超えたものを自分で体感したり実感することができると結構スランプって割と早くあの上がったりすることができます。でここのキーポイント3つとも、普段っていう言葉なんですよ。 ということは普段のうまく特にうまくいってるような状態の時の、普段の自分って何をしててどんなことをしてたのかっていうのを覚えておく必要があります。だから、あのもちろん感情の浮き沈みがなるべく少ない状態。ま重要って呼ばれてる状態を保つっていうのも一つなんですけど。とはいえですね。まあ、落ち込んじゃうときはどの道を落ち込んじゃうんですよ。で、その時には普段の自分を思い出しながら、あれどれどうやったらできてたんだっけ？それと同じ行動をして。みる あとちょっとだけ違うことをしてみるたくさんすぎると大変だからで,でも3つ目は普段行かないところに行ってみるそこで刺激をもらったり動いてみたりっていうのができるようになりますからねなのでまた解策この3つをお伝えしましたですのであのまとめていくと、えー、スランプに陥った時の3つの打開策1つ目普段の自分を思い出す2つ目、えー、普段の自分と少しだけ違うことをする3つ目普段行かないところに行き合わない人と会う このあたりのりね、要は、普段と違うっていうのが結構ポイントになってきます。ですので、スランプに陥る原因もね、前半の方でお伝えしてますけれども、それを理解した上で打開策、あとは自分なりきの常にそういう風になった時にどうするのかっていう打開策っていうのを知っておくといいかなというふうに思いますので、ぜひご参考にしてください。それでは。